お晩です。さあ、ということで、今日はですね、社員旅行第2弾。イエーイ。はー、日があるうちに来れてよかったですね。もう夕日が気持ちいいね。ちょっと待って、これだ、これだ、ちょっと待って、怖い怖い怖い、ちょっともうお手柔らかに、ベイビーのみんなも待ちに待った、社員旅行に今日出かけようということで、ありがとうございます。ありがとうございます。第1弾ではあそこ行きましたね。六峰館ですね。六峰館はあれは原鶴の方かね。原鶴温泉、はい、今回はね、唐津に行きます。やった、佐賀県は唐津。ただ一個だけね、もうちょっと問題があってね、はい、まあ、鍋ちゃんですよね。鍋ちゃんがなんと昨日ロンドンから帰ってきたばっかりっていうので、そうですね、20時間ぐらいのフライトか。そうですね。でその前にはなんか時間を間違えて14時間空港に滞在っていう、ずっと14時間座ってたんですよ。もうトムハンクス状態ですよ、映画ターミナル。あ、そうなんだ。閉じ込められてね。ああ、そういう映画なの。そうなんですよ。なんで閉じ込められるの。なんか見てはないですけど。見てない。なんかそういうあらすじだけ知ってますわ。すぐ一番良くないんじゃない。もうあのね、前もって予約してたわけではなく、なんと昨日ナミちゃんがまあ帰ってきて、まあそうですね、ベリータイヤードっていう話をしてたら、じゃあ温泉行こうっつって。でも行こうって。もう前日なんだったら次の日のさっき予約取りました。すごいスピード感。はい、はい、まあたまたま今日は私休み、みんな休みか、はい、あの中野くんは昼一発バイトかましてきてるんです、はい、ですね、ありがとうございます。なんていうとこでした。いろは島旅館温泉、いろは島温泉という旅館ですね。まあ部屋でも飲めると。でお風呂がすごく美人の湯っていうことで、おお、ぴったりな。すごいっすね。我々に疲れを癒すためにじゃあ温泉行こうっつったら美人の湯なんですね。ナベちゃん美人の湯だから。ただナベちゃんがやっぱ綺麗に時差ボケで、バースまでずーっと喋らずあくびしてたんで、ごめん、確認なんだけど行きたいよね。俺別にむちゃくちゃ行きたいってわけじゃないよ。行きたいっす。本当？行く限りは盛り上がってほしいのよ。そうっす。ただ底力が出ないです。元気が出ないです。いやいやいや、一番大事な。なんだろう。もう、ちょっと疲れがすごくて。いやいや、だから別にまあ。芯からやられてます。その YouTube がメインじゃないから、一番癒すことだから別に喋らなくてもいいし。はい。その無理やりなんか。もうパワー出ないんでしょ。パワー出ない。ちょっと保険で言わせてもらいますと、パワー出ないし、お酒飲んだらもう多分すぐ回ると思うし、すぐ寝ると思います。いやマジでだったらもう近場のサウナ入ってちょっと酒飲んで帰るでもよかったんだけど、そうっすね。まあでもせっかくだったらやっぱ美人の湯なんかほら、ちょっと勘違いされがちなのが、ちょっと俺が無理やり連れ回してるわけではないのよ、はいはい、なんだったら俺本当は今日一日パチンコ打ちたかったんだ。久しぶりの一日休みだったから。そうですね。だったけどもナメちゃんが疲れてるっていうのと、まあ久しぶりやからね。そうですね。やっぱ社員のやっぱ結束、はい、別に俺が無理やりじゃないってことだけは確認しておきたい。あ、そうです。それはそうです。一番恩恵受けてるのは僕ですから。え、そうだよな。はい、ナメさんがイギリス行ってくださったおかげで斉藤さんが久しぶりに温泉行こうと、それに僕も連れてってもらって。いや、そう、それもあるし、はい、だから中野くんは中野くんで、だからあの時はゴールデンブザー取ってもなければ中野くんは結婚もしなかったから。あ、今ほらなんかペペとかにもお前連れ回すなみたいな言われるんだけど、行きたいで OK なんだよね。もちろんでございます。はい。ただでさえやっぱ前回の旅行の時に作家の金沢さんがずっと食い入るように見て、はい、ある一部分のが無理やりテンション上げてるみたいな。あ、なんだっけ。たら今から乾杯ってしてちょっと食べて、うん、でまた一時して、うん、飲み終わりぐらい、うん、またゆうさんカメラ回した時に僕と中野くんがオフの状態から
イエーイって泣いたのが、それがもう問題のシーンですよね。それがこちら。今日はゆっくりしよう。はい。はい。最高パワー。いや、なんか無理やりや付き合っ無理やりな感じ嫌やな今の。違う普通になんか回り出して、いやもう俺ももうあのあれもお金もね全額出して、もちろんありがとうございます、喜んでると思ってやったらなんか金沢さんの方からもう無理やりなんかテンション上げてたとか、ナビあれは ひどいぞとお金も全部出してもらったなんかやらされてる感はないぞ。いやいや、あれは本当あれは問題になったよ。スキップもあれ切らんといかんぞ、うん、いろんなところにね、あれはスキップのミスよね。いやていうか楽しんでもらいたいってか、いや楽しんでてのですからね。このままワンダーランドに行ったっていいんだよ発進さすが本家、今も無理やり接待温泉じゃないよ今日天気が良くてね、このまま海沿いをこっちのね、右は海だけどこっちと今映ってないかな。もう最近、まあ、我々テレ西が近くにあってね、このもうこっから家までもう何十分ぐらいなんですよ。おーすごい、ね、RKB 映ってこれ左が TLC ですね。なるほどね。ちょうど風が高くなってますね。そうかわいい、どうだどうだ、あーとなれちゃった。どどどど、わーすげえ、これすごいね、すごいね。手前はこの棚田みたいなのがあり、松島みたいなね、めちゃくちゃいいところだ、いいっすね。それ映ってるっけ、きっと映ってるよね映ってるが美人の湯ですからやっぱ、うん、すごいぬるぬるが、ぬるぬるすごいっすわ、めちゃくちゃぬるぬるで保湿効果もすごくて景色もいいしね。博士太郎さん、爆発具合がじゃないですよ博士太郎さん真ん中あるでしょの偽物、偽物ってなんですかすぐバレるわどうですか、最高っす。いや乳首隠してくれてるんですか。いや乳首隠してますよ、何があってもいいように。なるほど、どっちかというとこっちの方がいやこっちは別に卑猥なものじゃないんで、皆さんと一緒なんで。でもね、景色も綺麗で、景色いいっすよね、気候もいいしね、日があるうちに来れてよかったですね。はい、この夕日が気持ちいいね、はい、最高や、あ、全裸かってくる来た来た来た、気持ちいい。でもナベさん、元気がどんどん出てきましたね、声の張りが、うん、やっぱね、はい、美人の湯だから、いいね、冒険の湯だけみたいな、本当あのね、気持ちいい言葉にならないですよね。サイヤ神が入ってるあの液体の、うん、まあ、回復するやつみたいなね、おお、それぐらい回復してるわ中野くん、ちょっと替え歌、はい、バン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 
バン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 スベスベスベスバン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 スベスベスベス今日もみんなでいい湯だなやっぱ名人芸やなそうお風呂入りました。ああ気持ちよかった。ちょっとなんかあのイカを釣らしてくれるってことで。多分イケスがあっても。ここにイカいるんですか。透明なイカ泳いでます。さすが佐賀ですね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕いいですか。いいよ。え、ちょっと待って、これこのまま釣れるんですか。え、餌は餌なんですかこれ。エギングってやつですか。だからこれを魚に見立てて、うん、すごっ、うわあのでかいやつ、これでこれをいただけるってことですか。これいただけるんですか。うわ最高。一番のこっちの手前で、これでかいですね。でかいの、でかいの顔ってどそっちが顔なんですか。ほら見て、やっちゃっちゃっ、早っ、ちょっと待って、早っ早っ早っ、すごっすごっ、え、これ待って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 、待って待って、ちょっと待って、首痛い、すいません、すいません、気づけない、うわぁ、すごっ、ちょっと待って、すごっ、でか、結構でかいっすね、うわぁ、めっちゃなんか出すけど、水色変わった、赤くなりました、怒った色、それはもう食われるんやから、端末前をねぇ、すごっ、申し訳ない、ここから切り刻まれて食われる、いやな、食べづらいっすね、うわぁ、すごっ、最後の1匹で取ります。あ、え、もう一匹釣りましょうか。あ、じゃあ、いいんですか。すぐ食いついてたよね。はい、行くぞ。はい、みんななんか赤くな、みんな怒ってますよ、さっきので。うわ、赤くなってる、みんな赤くなってる、赤くなってますもん。もうもう先生、みんな、おー、戦闘うるせえな、うるさいよ、興奮しちゃって、落ち着けっつったじゃん、だよこいつでもさすがにもう、いやいや、来た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 来あ、でも、あ、来た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 、お願いします。うわー、すごい結果ちょっと一緒一緒、もう一回風呂入りたいぐらいびちゃびちゃになったけど、ほんとっすな、いや、すごいわ、大スペクタクル、すごかったっすね、これ大丈夫、びちょびちょ、これそしたら今からお刺身にします。うわー、すごい、ありがとうございます。お肉ちょっと見せてください。あ、綺麗な、うわっ、ええ、なんで、なんで、滑るぞ、床がね、イカが水入ったから、すごい、ちょっと持ってみてください、ゆうさん、これせっかくやったらね、うわこれすごい、うわいいっすね、いやいや、うわすごい、これ元気、うわ元気、鮮度がすごい、じゃあお願いします。よし、あ、じゃあ2階に行きましょう。はい、口の中塩辛いの、いや、めっちゃ塩辛いです、香りもいっぱいかかった、塩辛いとかじゃねえよ、違う違う違う、水を入ってるんですよ、海水を、おお、ありがとうございます、お様、ご一行至れり尽くせりで、うわ、おお、すごい、すごいです、ちょっと待って、ヒュー、ちょっと僕のも、ヒュー、おわ、相変わらずのビュー、ビュー、スーパー
パーピュース。スーパーピュース。うわすごいね。これを。あ、ビール、いいですか。ビール、はい、持ってきますね。はい。じゃん。わぁ、ちょっと待ってください。え、なんですか。え、まあ、お父さん、お父さん。合唱でよく歌ってましたけど、魔王、そっちの魔王。いやー一瞬迷いましたね。お父さん、お母さんだった。お父さんオンリーで。お父さんオンリー、すごいわ。あ、中野君こっちで撮ろうか。はい。あの中野君の方が活躍するかな。ホラキさん。まあいいや。いや、はい、じゃあ僕が。ありがとうございます。一本でいいですか。あ、一本でいいです。はい、次から、はい、どうぞ。魔王に来ました。エビス、おつがして、おつがしていただきます。ありがとうございます。いいね。わあ、ありがとうございます。とりあえず、ゴッドタレント、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。昨日もね、やりましたけど。見事、おかげさまで優勝させていただきまして。ナイス、コングラチュレーション。はい、おめでとうございます。なべちゃん、来た。乾杯の挨拶。ありがとうございます。毎回ね、はい、誰かが乾杯の挨拶をするように、ちょっと何か一個かけて。そうですね。今日はね、いろは温泉、すごいね、美人のいるということで、お風呂上がりに気持ちいい気分で、こうやって一個させていただきますけども、お湯のようにね、今日はもう、トロトロになるまで飲みましょう。おぉ。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。ロンドンで腕上げてきた。どうもどうも、うん、うわうわすごい、出た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 、うわー、ちょっと、はい、ででーん、これがね、ヒラメ御膳ですかね。ヒラメ、ヒラメ、ヒラメ解析で贅沢だ。ちょっとそちら、骨の方は後で唐揚げにします。うわー、ありがとうございます、はい、すいません。それちょっと一個、私が先にいい？うーわ、これがもみじなんとかやね、もみじおろしね、うん、もう一息やったっす。え、はいはいはい、うわ、いい透き通り。うますぎ、試作出ました。いい方、お上品な、いやいやいや、感性が。ゴールデンブザー、お味にゴールデンブザー、うん、なべちゃんどうぞ。ありがとうございます。うますぎ新作ブリティッシュバージョン出ちゃうんじゃないの。イギリスバージョン出ちゃうだろうね。出ますね、出ますかね。うわ、こらいいと思うな。いただきます。あら、ヒラメズロックユー、あ、違えた、ヒラメズ、あ、え、ヒラメズロックユー、ウィーヒラメズチャンピオン、間違えた。ゴールデンアマンダジャパニーズアマンダ、あ、先ほど、うわー、早っ早っ、ちょっと、うわー、うわ、ちょっと待って、ちょっと待ってください、さっきのイカと、そしてカワハギ、カワハギ、そしてウニ、うわ、刺身でお腹いっぱいになっちゃうよ、これ、やば、とても定額にしてもらってると思えない、いいんですか、社長。え、こちらはあれですか、もともと国民宿舎を改装したんですか。そうです。あ、はい、買い取ってというか、はい、で、社長が経営してる。いや、僕じゃないです。え、ちゃんと行います。僕はもう雇われて、あ、館長ね、館長というか、ありがとうございます。ありがとうございます。中野くん、ごめんごめん、ちょっとひらめ、はい、もうちょっと先輩が見せつけてくれたからさ、はい、こちらも負けてらんないじゃん。やりづらいと思いますけど、うん、ヒラメいただいていいんですか。ヒラメどうぞ。ありがとうございます。ポン酢、
オンザ。何バージョンにしようかな。まあ中野くんっつったらやっぱ福岡やもんね。そうばい。来た。福岡ばい。生まれも育ちも福岡。偽物みたいな。うん、アーティストが最初の挨拶で言うわざとの。どこでしたっけ？大野城でしたっけ。じゃあ、あの筑紫野市。筑紫野市、ね。春田というとこで。春田ね。育ちましたんで。うん、わじゃあうわ。ヒラメいただきたいと思います。はい。うわ透明感すごいですね。いやいや。すごい。いけるっぱい。おいしい。これおいしすぎてヒラメいた。パン。うまい。ヒラメヒラメいたんですよ。何が？いや二重にうまいってことです。うまいの後何来ると思ったら。うまい。おお、そうなる。それだけ美味しい。ヒラメが。こんなとこにもまだバケモンおった。美味しい。本当に美味しいですね。あ、もう何々バージョンとかはもう。はい。うますぎ。福岡フロメ。そうか。福岡のって言ってたか。ずっと振ってくれてたのに。普通にヒラメって言ったの。しかもうますぎ新作のバージョンとかもうなくなったし、まあでもそういう時代か。いやいや。ありがとう。ありがとうございます。いや最高ですね。でも UK バージョンだったら何がいいんや。やっぱ。あでもあのドンドンパンドンドンパンの俺の技はあるけど。ああ、うん、UK か。うま、ん、すうますぎてうますぎて髪が抜けた UK ほっぺが落ちるみたいな。うますぎて毛が抜けた UK。これスタンディングオベーション。ありがとうございます。最後は景色をお楽しみください。危なかったよ。これが何でもいけるわ。うん、それの前で中野もう一回福岡バージョン。生まれも育ちも福岡。うん、じゃあちょイカでイカでさ。せっかくさっき釣った。はいはい。我々には景色が待ってんだ。うん、はい。良ければもう景色に頼らなくていいからさ、うん、うわすっごい透明度プルンプルン透明度プルンプルン魔人ブーの頭のみたいここのいただきたいと思いますイカをいただきます。うんうまい。コリコリしてですねマジでバリカタいい歯ごたえ。バリカタ。バリカタうまい。これは。バリカタうまい。景色いっちゃった。景色いっちゃったわ。バリカタうまいね。めちゃくちゃいい景色だよ。この夕日がいいっすね、また。いや、全然夕日違うよ。まだ。もうちょいか。全然夕日じゃない。日差しか、シンプルに。日差し。日がいいね。日が当たってるから。あ、でも。ゆっくり食べよう。食べましょう。最高。中野くん。はい。カニが来たね。とんでもない。初めて見ました。ちょっと待って。やば、一人。一杯分カニ。いや、あの、そんな高いとこじゃないですよ。一応定額で。急遽ですもんね。急遽。そうです。大丈夫よな。最高じゃないの。成功される可能性ありますよね。大丈夫よな。怖っ。神のみぞ知る。逃げるか。食い逃げじゃないですか。うん、泊まり逃げ。どう言ったらいいんですかね、これ。分からん。カニ味噌もあって、うん、どう食べるの。カニ酢で食うって言ったよ、これつけて。カニって食べるの大変よな。そうですね、ですね。あ、これほじくり返すんじゃないの。この中に入れる。いい香りしそうだな。剥き方失敗してるね。そうですね。なんかスンってやるやり方あったよね。うわ、ちょっとこれ少なない。少ない。取り方がいっぱい見えたんですけど少ない。いやそれをどうぞ。いやいや、うまい。いやちょっと少なない。少ないけど世界一少ない食レポやった今。ちょっと少なかった。カニのナベちゃんお願いします。ありがとうございます。先輩味付けましょうわ。
見せつけましょう。昭和昭和生まれなんだね。そうそう、あ、ほら見て、うん、ここよ、ここ、わ、ついてくるんまね、なんて女性ですけど、ついてくるんまね。おお、え、それ、え、カスじゃない。骨、あ、あれちょっと、ちょっと中に残っちゃいましたね。ちょっと中に、ね、はい、残しちゃった。これはね、ちょっと、カニス、あ、しゃぶる系ね。そう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 、見やす、うまい。これはもう女王レベル、クイーン。え、はい、イギリス、はい、クイーンでイギリス出身です。はい、だから女王様レベルの美味しさっていうことで、女王レベルってことかです。女王レベルって言われたっけ、女王レベルって聞こえない、僕はちょっと女王レベルじゃなくて女王レベル、イギリスに来て、でクイーン、クイーンってバンドイギリス出身やの、美味しいってことか。ほとんど世界の車窓からになる。参りました。ちょっとまた、まずこれが何でしたっけ、ローストビーフ、佐賀牛の、佐賀牛のローストビーフが来ましたよ。すごい。しかもそしてこれが焼きの、いや、ちょっと待って、うわ、これいい肉、ちょっと待ってください、佐賀牛の貝の実になります。ちょっと待ってください、うわ、やばいって、これサウザーのサウザーの飯やん、これやばいよ。もう今日斉藤さんスペシャル、ちょっと待って、怖い怖い怖い、ちょっともうお手柔らかに、大したメンバーじゃないですから。すごいわ、これやばいっすね、やばいよ。じゃあ、とりあえずローストビーフ、すごい、ローストビーフ食べ放題なんですね。食べ放題です、食べ放題、牛も食べ放題、食べ放題、食べ放題、一般の人は、え、牛角じゃないっす。6月1日から7月10日までは食べ放題。あ、本当にそうなの？本当に？斉藤さんだからじゃなくて、あ、そういうそういうプランなんです。プランです。お。ポン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 今じゃない。死んじゃってんじゃんか、先輩が。大将もポコポンまで最後まで見て、うん、何もないって頭が立ってる。うまいわ、ロースト。美味しい。これなんかタレつけるね。これこれっすよ。用意してないの。それは。何かを言わないとっていうことで、タレつけてないから少し味薄かった。そうですね。もう怖くて普通に食べよう。はい。そうですね。うん、でも本当に7月何日までこれが上がる頃にはあるといいね、うん、7月10日まで食べ放題です。この2つって言ってましたね、このお肉が、このお肉が、佐賀牛が、まあ、ちょっと一回ホームページでご確認をしてもらって、やわらかめちゃくちゃうまいよ、うまっ。ローストビーフってなんかなかなか噛み切れないイメージあるけど、うん、やわらか、断面いいもん、サシがあって、うん、うまっ。やっぱ昨日ロンドンから帰ってきて、やっぱ最高でしょ、はい、日本の最高、もううますぎて毛が落ちる UK! デディーン、ドンドンパ、景色行かないとさ、死んじゃってんじゃん。面白いと思って。なるほどね、はい、先輩がね、2人のやり取りが、多分視聴者の方これを見たいと思ってると思います。じゃあしょうがねえか。
でも、やっぱ和牛、最高っすわ。和牛和牛和牛じゃなくてイントネーションがね、UK になっちゃってちょっとわ、これ焼いちゃうよ。はい、重っ。すごいな、これこれは佐賀のなんか焼き物じゃないですか。刺身って、これ刺身チュー、重っ。これは新人のバイトの人の皿洗いしんどいっすよ、これ。新人のバイトの人の皿洗い、新人のバイトの人の大体ですから、おいおい、まだ始まりますわー、いい音。この上でそんないい音じゃない。なんか岩盤で、いきますよ。いい音出ろよ。うわぁ、どう見ないよ。いいですね。良さそうですね。うわぁ。ラジオももっと噛んでいきます。重皿そろそろ、うわぁ、あ、一気にもう2枚いっちゃってますね。すいません。2枚いっちゃって、あれでこっちにしたら美味しい。あ、生を触ってるから。あ、そうだね、気遣いがジェントルマンだな。ジェントルマンの国、イギリスから帰ってきたんだね。さすが、気遣いが。あ、気遣いじゃなく、エース。ちょっと噛み合わんな。髪だけに。お、これ、最後持ってきますね、やっぱ。いただきます。はい。これ、これか。いろいろタレありすぎてさ。どのタレか。うまい。うわ、これはうまい。いいやつや。いいやつ。いや、全部いいやつでしょ。わぁ、わぁ、めっちゃいいよ。すごいっすね。これやばい。うわぁ。うわです。Welcome to Japan! Change! ナイスナイス。ちょっとおもてなしがすぎますよね。これ来ました最後。ちょっと待ってください、これこれキャバクラのそれです。ちょっと待って、うわ、俺予約16人でしたかなっていうぐらい量来ました。今ちょっと中野くんがもう腹パンで、ちょっとメニューが来るたびに嫌な顔してる。いやいや、嫌な顔してないです。怖いよ。ごいごい、食べていいよ。すごい、うわー、嬉しい。やば、なめちゃん大丈夫？全然余裕。余裕っすよ、少ないぐらいっすよ。まだ残ってますからね。へぇ、これはヒラメのしゃぶしゃぶです。しゃぶしゃぶ、もうこうやっていっちゃおうかな。わっ、贅沢に。わわわわわ、あー、ほら、きた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 。うわー、うわ、しゃぶ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 、いやー、くー、ヒラメがヤバめになりましたわ。どうぞどうぞ、もっとどんどん。うまい。ちょっとフルーツ、フルーツ。フルーツね。これ見てください。これスイカをゴーンって。手です。手で。手。スイカといえば。いただきます。うん、うん、甘い、おいしい。めっちゃ食べる今日。これ本当にさっきまで正直お腹パンパンだったけど、夜になりました。夜になった。スキップ編集大変だなこれ。お察しします。ごめんなさい。ちょっとね、支配人、
はい、おもてなしが過ぎちゃってんだよね。すごいっすね。あるもん全部持ってこいっていうぐらいの、うん、とんでもないサービス。天界師武道会の後の悟空じゃないからさ、亀仙人の50万ゼニーを全部食いったっていう47万ゼニーだった。さすが最近読んだばっかり。中華料理屋みたいなところで47万ゼニー食ったからさ。でもやっぱ博多の悟空だもんね。そうっすね。悟空じゃなくてごは号泣じゃなくてまだ勝ちですごはごっくんでしょ。あ、ごっくんか。オッケーですか。いいよ。悟空じゃなくてごっくん。決まったんですね。ごめんなさい、ちょっとこっち向いてもらっていいですか。これなんですか。これってなんですか。尻尾みたいなやつです。尻尾入ってます。サイヤ人尻尾入ってるよ。ポニーテール。ポニーテールにしてる。どうこれ後ろにも。違う、後ろよ。これ何てっぺんを上げてないですかね。あ、てっぺん上げてないの。いやいや、でも生えたね。どうする前よりなんか。あ生えた生えました、うん、シャンプーだ。さあ、盛り上がってるかい。イエーイ。はあ、イエーイ。 UK。 カニー。カニ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 。カニ飯が来たよ。カニ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 。カニ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 ニカ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 。美味しすぎて。ニカニカ。盛り上がってますね。作ってくださいました。いやー、誰が髪の毛少ない。言ってないです。呪術回戦少ない。髪の毛少ない。誰が少なの髪の毛食ったら。地獄の地獄の時間。何者だ。さあ、はい、部屋に戻ってまいりまして、食ったね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、お腹いっぱいに食べさせていただいてね。はい。おもてなしがね、やっぱすごかった。この九州のおもてなし文化がやっぱ。うん、ナイフに変わったし。変わってないですけどね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。魔王はやっぱうまいね。魔王はうまい。とんでもないですね。炭酸もやっぱペリエっすよね。そう。どこのなんですか。外国やろ。いやいや、部屋に私先に部屋入ってきて、ちょっと中野くんがもう入るやいないよ、なんかうわおならしちゃった。いや、むちゃくちゃ臭かったっすから、ね、ちゃんと外でやったんですよ、うん、その人の前に失礼だったから。そう、浴衣でね、バーって仰いだけど、浴衣のしなりごって部屋に逆に充満させてしまって、もうぽっくりですわこれ。いや、こっからよ、夜は寝かせないよ。いや、またか。いやいや、およ。いや、殴るぞ俺は。もう殴ってますよ。もちろん夜の出し物とか用意してきてるの。なるほどね。はい。紙物はでしょう。いや、もういいって。出していただこうかな。うんざりなの。うんざりってな。これからで、あれからなんだよ。新しいやつ見してよ。新しい紙物はね。うん、もう。ああ。もう散々見てきてるからさ。そうっすね。うん、
クワマンスタンダードのスタンダードの後ろでたまにトランペット中野くんなんか出し物あるしてるよ、もちろん。まあ、出し物ってことじゃないんですけど、まあ、前回、応援をその本当に応援をこの売りにしたがいいんじゃないかってことで、うん、いつでも持ち運べるこれ何なんだっけ、折りたたみメガホン、折りたたみメガホンだね、折りたたみメガホン買ってきまして、ちょっといつでも歌えるように。ちょっとほら、今旅館だから応援はちょっとあれじゃん、うん、ウィスパー応援、ウィスパーで、うん、誰応援し、俺応援してくれるじゃん。はい、分かりました。ちっちゃい声でなじゃあ、いつもお世話になっている斉藤さんに応援歌を届けたいと思います。福岡一のお笑いマシーン盛り上げてくれていつもありがとう。そんな中僕にまで命注いでくれるんだいつの間に福岡十個か一のお笑いマシーン、みんなを笑顔にしてくれてありがとう。これからは僕が僕があなたを笑わせるから、これからもよろしくお願いします。ちょっと、あのロンドンの時とよりクオリティ下がってるし俺もうやめるみたいで、隠居するこれから僕が笑わせます。芸人でもないですよ、中野くんも。はい、いやいや、気持ちです。もういいよ、それで喋らんで。そうだ、ロンドンのお土産買ってまいりました。うわ、あ、はい、持ってきてくれたの。持ってきました。やっと中道ちょっと危ない修学旅行みたいな。ゆうさんはね、 T シャツ好きなんで T シャツよく着てるんで、ね、いや、 T シャツ頼んでたんす。そう、こちら、うん、千と千尋の神隠しのロンドン公演限定 T シャツすごい、そもそも日本のやついや、売られてるならロンドンしか売られてないデザインです。へえー、そう、うわ、すごい、いいよ、 M ちょっとサイズ M やったらと思って、ほら、首元いいね、めっちゃいいよ、サイズ感でもいい、ちょうどいいと思いますよ。へえー、どうかな、うわー、着ようかな、いいよ、おお、あ、いいよ、あ、うん、あ、いい、いや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 、パンツ、あー、でも思ったよりいいよ、ぴったりですね。あ、いい、いい、うん、おお、え、橋本環奈ちゃんか、橋本環奈ちゃん、うわー、よかった、いや、めっちゃ良かったっすね。いや、めっちゃいいらしいね。環奈ちゃん可愛かった、可愛かったっす。で、マジでほんとぴったり、あー、千尋の T シャツが、違う違う、この話してないですよ改めてぴったりって言ってます。いや、ほんとぴったりって、そんな体重の千尋にね、いや、千尋にね、うわ、ほんとなんか映画の世界を具現化したみたいな。ロンドンで見たらお客さんの反応がもう全然違うんですよ。あ、で、なんか例えば顔なしとかやっぱり人気なんで、うん、顔なし出てきただけで僕の後ろの人が髪なし、髪なし顔なしはあだけど、僕は髪なしはケイ助けて中野くんにもあります。ええ、ありがとうございます。中野くんにはですね、はい、ナショナルギャラリーゴッホのひまわりを飾ってあるところの、うん、ゴッホのひまわりのネックレス、めっちゃいいよ、嬉しい、マジで、うわ、すげえ、これ、え、嬉しい、えー、そう、ありがとうございます。 つけてくれるんですか？つけてくれるんですか？プロ野球選手がつけるネックレスみたいですね。いや、確かにな、ごめん、なんでつけるの？自分でつけりゃいい、つけてくれるんですか？せっかくいいですから、どういうこと、気持ち悪い、なんこれありがとうございます、やった
なんかいいね。はい。いい、マジでめっちゃいいですね。いや、めっちゃいいわ、それ。あれでしょ。いや、ユーさん、あれっすよね。金属アレルギーっすよねって確認して、ほら、このひまわりがね、飾られてるんですよ。いや、俺、それつけたら、こう、かびて、腐って首ポトッと落ちて。よかったな。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいなぁ、やっぱ旅しないとね。旅しないと。うん、なかなかも旅しないとやっぱ。よいしょー無理やり盛り上げる。なんかゲームなんかするか。来ました。ドラゴンボールクイズ。うわー悟空が天下一武道会最初の、まあ、本戦、うん、みんなの、まあ、武道場でやる、はいはい、1回戦で戦った相手は誰でしょうか。もう1回戦誰やろう。日本のねドラゴンボール集めたら出るのはシェンロンですけど、ナメック星の、はい、誰がクイズ出したの。私ですごめん。とにかくあれですわ、何もわからないわ。いや、じゃあ僕が行きましょう。テンパってます。何もわからない。